皆さんおはようございます。おはようございます。はい、私みたいなちょっと会員スピーチということで、再話しかと思いますが、3分間よろしくお願いいたします。私ですね、株式会社 PCS という会社でですね、訪問入浴、介護というようなお仕事をさせていただいております。まあ、私の代表であるお方っていうのは、まあ、ここにいらっしゃる、川内美京。僕は大した会社じゃないという大した会社じゃない失礼しました、はい、すごい立派な会社でですね、働かせていただいてます、まあ、いろんなお話を、したいんですが、今日は社長がいるということで、あまりいや変な話はせずにいい話をさせていただきたいと思います。いや、なんて言ってもいや、いい話をさせていただきたいと思います。私ですね、まあ、管理者というお仕事をさせていただきまして、居宅介護支援事業所、ケアマネージャーというところにですね、まあ、営業というふうなことで、いろいろなですね、ご家庭の利用者様をご紹介していただく、というふうなことをやらさせていただいてます。まあ、私もですね、結構営業の方が、苦手で、なかなか人前に立つのもですね、でお話しする、まあ、こういう場もちょっと苦手で、なかなかお話ができないというふうなことで、まあ、それでもですね、やはり営業をしないと利用者の数、利用者さんとですね、いろんな出会いができないというふうなことで、日々やっておりますが、うちの代表はですね、毎月のようにですね、言う言葉があります。まあ、営業の方はですね、しなくてもいいと、ただ、みんなでやることは、掃除をする、靴を揃える、しっかりと挨拶をすると、これだけやればいいということでですね、毎月、やっております。で、まあ、その3点をね、やることによって、利用者は自然と来るというふうなことをですね、毎月毎月のようにですね、その会議場で、言っていただくということで、私ももうそれを聞いてですね、すごく嬉しいというかですね、まあ、最初は半信半疑で、まさかこんなことをするだけで、利用者さんはね、集まってこないだろうなというふうなことで、思ってたんですが、騙されたと思ってですね、私も会社の方で、掃除、もちろん草むしとかですね、まあ、今の時期ですと落ち葉が落ちていればそれを掃除をすると、でもちろん会社の靴は、揃える、挨拶はきちんとする、本当これだけをですね、日々、実践の方をですね、させていただいたところ、なかなか結果の方はつながってこなかったんですが、まあ、1年2年と実践していくとですね、自然と今、どん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 この利用者の数というのがですね、増えてきているというのが、実践あります。で本当にですね、うちの代表も本当いつも冗談ばかり言ってですね、なかなか信用できないなと思ってたんですがその3つをやるだけで今すごくですね、会社の雰囲気も良くなりですね、明るい、会社になったなというふうなことで、すごく感謝をしております。まあ、その中でですね、倫理法人会にも参加させていただいている中で、よく皆さんがおっしゃっている挨拶をしっかりしようと、その際に笑顔で挨拶をしようということもですね、なかなか最初できなかったんですが、まあ、そちらも、なんとかですね、今できるようになり、その利用者のお宅に行った時もですね、笑顔で、挨拶をすることによって、自分のことを覚えていただき、そして喜んでいただける、まあ、自分が笑顔であれば、相手も笑顔になれるというふうなことをですね、思いましてですね、すごくいい経験をさせていただいているなということで、すごくこの場ももちろん会社の方も、感謝している、まあ、これからもですね、そういうことを地道な努力ということをね、やっていきながら、私も日々邁進していきたいというふうに思いまして、ここに会員スピーチとさせていただきます。どうもありがとうございました。